山口武氏は、北海道空地郡南フラノ町出身のカーリング選手。SC 軽井沢クラブ所属。身長174センチメートル、体重75キログラム。血液型 B 型。2018年ぴょんちゃん、オリンピックカーリング競技男子日本代表。帰婚、南フラノ町立落合小学校3年の時にカーリングを始め。 同中学では夏はカヌーにも取り組んだ。フラノ高校ではラグビー部に入り、2002年の全国高校選抜大会にフランカーで出場したが、1回戦で五郎丸歩を擁する佐賀校にゼロの146で敗れた。カーリングでは北海道代表として日本ジュニア選手権で優勝し、世界ジュニア選手権にも出場した。カヌー。 日本代表を目指しカヌーの競合である埼玉県の駿河台大,大学に進学し、大学1年で日本選手権に出場したが順位は2桁台。同じ種目に羽田拓也がおり、当時高校3年で日本選手権を制するなど活躍していたことから、カヌーを諦め、青森大学に編入してカーリングに専念し、2005年に NPO 法人 SC 軽井沢クラブに加入。 ホームリンクの軽井沢アイスパークに勤務し、ジュニア選手の育成にも取り組んでいる。2015から16年シーズンからセカンドを担当。カーリングの日本男子として20年ぶりの五輪出場を決め、2018年ピョンチャンオリンピックに日本代表として出場した。帰国後、第11回日本ミックスダブルス選手権に、ロコ・ソラーレの藤沢さつきとペアを組んで出場し、 予選から8戦全勝で優勝。日本代表として2018年世界ミックスダブルス選手権に出場した。2019年第12回日本ミックスダブルス選手権に出場し、全勝で2年連続で優勝。2019年世界ミックスダブルス選手権に出場した。一緒にカーリングチームを組んだ選手、ありがとうございます。